くもマーキャンパーズの小林です。ということで今回ね、初めての試みになります。ちょっとしたね、まあ、YouTube で当たり前の動画なんですけども、もうエンターテイメント動画を撮りたいなと思います。いつもね、まあ半分そんなようなこともしてるんですけども、基本的なことで言うとバイクのことばっかりなんですけども、今日はね、ちょっと違う趣旨というか違う試みをやってみたいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、見ていただいてわかりますでしょうか、こちらにはコーヒー、こちらにはビールね、知ってる人は知ってると思うんですけども、私ね、基本的に今飲み動画みたいなこともしてたりとかね、飲みながらライブしてたりする感じで、まあビールが基本大好きなんですよね。ね、そして、いつも飲み物で言うとですね、ブラックコーヒーですね。ブラックコーヒーが好きなんで、いつも飲んでるんですけども、それのね、まあ危機シリーズというかですね、これをね当ててみたいなと、ランダムに選んでもらってね、そして、これはこれやと、自分が飲んだやつはこれやって、基本的に6種類ずつ揃えてるんですよ。まあ、一緒にはしないです。一応別個別個でさせてもらって、一応6本あるんで、全部、紙コップに注いでいただきます。これやって思うものをですね、コップに、注いでもらって、僕に当てがって飲ませていただきます。それをですね、まあ、要は、どれか当てるというようなクイズになりますね。クイズというか、危機シリーズになるかなと思うんですけども、もし、万が一、失敗したら、これですよ。ゴッソ、鼻毛抜き取るというね、ブチーっていくやつですよ、これ。ね。だから、これをやってみます。ね。もし、だから、要はね、鼻って二つあるでしょ？鼻二つあるから、まあ言うたら、まあこっち右、こっち左でやっていきたいなと思うんですけども、もしね、まあ間違ったらもう、一つ間違ったらもう、一個だけで済みますし、まあ両方セーフやったら線でいいです。両方ダメやったら、もう完全に、もう、ドーンドーンですから、どうなるかわかりませんけども、やってみたいと思います。いいっすよ。はい、準備してもらいました。準備してもらったんですけども、ね、まあ言うてね、本ちゃんのやつを見てね、正直僕やりたかったんですよ、めちゃくちゃ。本ちゃんやったらその答えのやつもその基本的に目隠ししてっていうような形にはなると思うんですけど、まあ基本的に変われへんかなと思うんで、まあもうこれ答えになってると思うんですけども、目はありでということで、させていただこうかなと思います。やりたかった企画なんで、もうずっと言ってましたもんね。もう正直なんか自分でも楽しかった。ほんまテレビやったらさ、もっとな、こう10種類とかの中から選ぶっていう話なんやけど、言うても普通に買いに行ったらないねん、もうなさすぎて。逆にこのービールですら一応ね、発泡酒も混じってしまうねんな。他のビール、外国産のビールとかももちろん買おうと思ったら買えるんやけど、外国産はすぐ分かってしまうし、だからビールはビールで、正直この2択は難しいと思う。ビールやったらこの2択は難しいと思う、確かに。ただまあそのやったら上がるんちゃうかとは思うねん。とりあえずこれからね、コーヒー、キキコーヒーをやります。まず飲んでみたいなと思います。まずまずまずな、まずまず、これを飲まって始まるわけやもんな。あめっちゃ緊張してきた、めっちゃ緊張してきた。当てれるって豪華しました。せやな、せやな、当てれる言うてましたから。当てれる言うてたもんな、俺。僕は無理って言ってましたから。バカにたらんから、俺やっぱり。じゃあまあちょっと飲みます、はい。ああ、ちょっと待って。あれでも本家で言うたら1回しか飲まれなかったっすよね。そんなことない、何回でもいいけど、試食は。何回でもっていうか、その量はあるかもしれへんけど、そのアイデアやったら全然何してもいい。ああ。
難しいでしょめっちゃ難しいと思うけどね。2、4、6。コメント出えへんもん。コメントが出えへん。なんかこうよくあるやん。まあ普通やったらで、まあ芸能人やったらば飲みながらさ、こうあーこれこんな感じやな、あーはいはいはいみたいなとかあったりすると思うけど、必死すぎて出てけえへんそんな。ワイ飲んですか。はい、いただきましたね。とりあえずもう大体でいきたいなと思います。ああれやな、これ飲んでこれ飲んではあかんな。そうそう、これ飲んでこれが正解が違うかだけ決めてグラッてしてくれたの。いやな、そうそうそう、そうやな、当たりやと思ってこれが当たりですと。うん、一発目が正解か不正解かっていうところじゃないですか。まずワンダじゃないです。ファイナルアンサーいいですか。うん、しょっぱな、いいですか。あ、いや、いいよ。ワンダじゃないです。あー、よかった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 。ワンダじゃないということですね。はい、2杯目いきたいなと。あー、 UCC じゃないです。 UCC じゃない、ファイナルアンサー。うん、 UCC じゃない。違うもんなんですか。何が違うんですか、香り。いや、でもな、こんな賞味なってるやつ分からへんけど、こんな2杯目から狂ってる。1杯目にパッと当たったら当たる。あー、俺も正直飲んだ感じで言うたら、もうこの二択やって。あー、なるほど。感じで言った、感じで言ったら、感じで言ったらこの二択やってたんけど、違うかって。うん、だからえ、どうしたらいいのみたいな。まあ次3杯目ですねみたいなと。いやー、ボスじゃないぞ、ファイナルアンサー。ボスじゃないです。はい、よっしゃ、よし。ただあと3つです。あと3つ、まあ、ファイヤーかジョージアか、タリーズっていうことですよね。そういうことですね。その3つのどれかですね。じゃあとりあえずジョージアいただきます。ジョージア、4杯ですね。あ、やっぱりジョージアじゃないですね。ファイナルアンサー。もうジョージアじゃない。はい。ここまで来たら2択やんか。2択ですね。だから自分を飲んだ方を言ったらいいな、飲まずしても。そういうことです。そういうこと、うん、ですね。飲んでない、これまあこれ飲みました。いや、でもこれを飲んでないって言うまでにこれ2つ飲んでくれてどっちかやってくるといい。そっちの方が面白い。いやいや、それはちょっと反すると思う。ちょっと反すると思う。二つ飲んで。じゃあ、ファイヤーいただきます。ファイヤー。マジか。あ、マジか。あーあー、はい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 。マジか。おお、私が飲んだのは、はい、私が飲んだのはタリーズコーヒーです。ファイナルアンサー、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 ファイナルアンサー。タリーズ今日飲みましたよね、コーヒー。
飲みました。飲みましたね。はい。俺はファイヤース。ちゃんと取ったよ、ゴブリンの音。うっせぇ、俺ファイヤー飲んでた。ファイヤー。だから、ファイヤーの感覚多分少ないよ、思ったらわかるけど。いやいや、まあ、それはもう。でしょ。うわぁ、おい、俺もう罰ゲーム確定したよ、一回。え、それメタルとかでガチだよね。え、ちょっと待って。いやもう、いやいや、それは罰ゲーム。え、似てるの。何が、味がもう正直分からへんだろ、やっぱり。正直もう狂ってくる。だから2杯目からも狂ってくる。これ以上の失敗をね、続けへんように、第2回戦。え、それ量産だって。え、両方何やろ。違う違う違う。いや、じゃあ1回の失敗したやんか。片方でしょ。だから片方を、だからそのリールで失敗せんかったら片方やん。あ、まあまあ、リールで失敗したらそれは両方やん。どういくの銘柄。じゃあそれは分かれへんって。言い訳させて、言い訳させてくれ、お願いします。あ、マジ痛い。これからお待ちするよ、おまけ。とりあえずコーヒーやってみ。とりあえずもう行くよ。とりあえず。あのね、余裕。これ余裕。あ、余裕。